ブレードランニングはパラシュートでジャイアントスラロームをする競技である。山の斜面に設置されたスキーのスーパー大回転のような曲がりくねったコースをスカイダイビング用パラシュートあるいは専用スピードグライダーで飛んでタイムを競う。1995年アメリカパラシュート協会の当時の副会長であり映画007のスカイダイビングアクションのスタントマンとしても有名な BJ ワースによって創始された。2004年の大会までは選手がヘリコプターに乗りコース上空からスカイダイビング降下してパラシュートを開きスキー場に設置されたコースに侵入する形式をとっていた。しかし山岳地帯の変わりやすい天候と視界不良、強風、乱気流などで競技の進行が滞るケースが多いことを考慮し、 ヘリを飛ばさなくても済むよう、スキー仕様あるいは自ら走ってテイクオフしてコースに侵入する競技形式が取り入れられ、今日のスピードフライングスピードライディングと呼ばれるスポーツの原型となった。2005年からはスカイダイビングには使用できない地上テイクオフ専門のスピードグライダーが登場し競技に投入されている。アメリカでウィンドブレードと呼ばれる刀型の上りを使って コースセッティングがされるので、ブレードランニングの名前がある。ありがとうございます。